関口博78が MC を務める TBS 系サンデーモーニング日曜午前8時が15日放送され、野球評論家灰本勲氏81がリモート出演し、東京オリンピック五輪バスケットボールで初の銀メダルを獲得した女子日本代表にあっぱれを送った。小柄な選手も多い中、強豪を破る快進撃で8日の決勝に進出し、米国に 90-75 で敗れた日本について、関口がよくここまで戦ったなという気が僕なんかするんだけど、ハリさんどうですかとコメント。張本氏は実際そうですよ、民族的にもね、力とか体力とかは日本人はまずダメだろうと言ってて、私は随分応援してたんですよ、それが銀でしょ、これで世界ランキング10位から8位になりましたからと日本代表の健闘を称え、あっぱれあげてくださいと結んだ。また自転車トラック種目女子オムニアムで銀メダルの梶原悠未24についても金メダルを取ってくれると思ったんだけどね。この人も私は大ファンでね、一生懸命応援したんですけど、次回だな、次回は金取ってくれるだろうと立て続けに高く評価しエールを送った。その直前には張本氏は8日の放送でボクシング女子フェザー級金メダルの入江聖奈について行った発言について謝罪。張本氏が今回は言い方を間違えて反省しています、動きをつけますとお詫びしていた。張本氏は8日の放送で女性でも殴り合いが好きな人がいるんだね、見ててどうするのかな、嫁入り前のお嬢ちゃんが顔を殴り合ってね、こんな競技好きな人がいるんだとコメント。日本ボクシング連盟から抗議を受け、局や張本氏が謝罪文を送っていた。